はい、どうもトラキチの無課金ハオロード阪神純正編です。今日でログインが、19日目ですね。はい、現在2022年3月22日の13時38分なんですけども、今回はですね、僕、この阪神純正編と、オリックス純正編やってるんですけども、それぞれね、一応明日グランドオープンということで、一応もうちょっとだけですけども、契約書一応貯めてますんで、僕のもともと契約書ちょっとあんまり貯めないタイプなんでね、もうほんとちょっとなんですけども、合計で15枚なんですけどね、一応その契約書、どんな感じの契約書があるかっていうのを紹介と、あと、グランドオープン後にね、S ランクの、阪神、オリックス、それぞれ4選手ね、グランドオープンに出る4選手の方発表ありましたんで、その、欲しい選手も紹介したいなと思います。はい。まずはこの阪神純正編なんですけども、契約書ですね。はい。ゴールド契約書ですね。7枚です。はい。7枚しかありません。ちょっとね、B ランクなかったんで、結構ちょこちょこゴールド契約書も開封してたんですけども。で、S ランク確率 10% 契約書。これが2枚ですね。はい。2枚だけです。で、S ランク確率 30% 契約書。3枚ですね。はい。で、S ランク契約書なんですけど、これが、プロスピオーカイドのやつと、累計と、あと今のエージェントエースですね。エージェントエースの契約書で、これ S ランク契約書2枚で、S ランク自チーム契約書、純正にとってはね、もうこの1枚さえあればなんとかね、新しい選手取れますんでね、確実にね、阪神やった阪神の選手取れますんでね、これが1枚ということですね。合計15枚なんですけどね、あんまり貯めてないんですけど、A ランク系の契約書はね、もうちょっと阪神でいうと、伊藤選手、A ランク伊藤選手欲しかったんでね、もう全部開封してたんですけども、A ランク系の契約書はもう1枚もないですね。はい。で、前回の動画でね、ちょっと伊藤選手の A ランクが4枚目って言ってたんですけども、後で確認しましたらね、5枚ありまして、ちょっと僕の勘違いでね、嬉しい勘違いだったんですけども、一応伊藤選手の A ランク5枚ありましたんでね、良かったかなと思います。はい。一応前回の動画で4枚って言ってましたんでね、訂正させていただきます。で、阪神純正、阪神純正じゃなく、阪神の、グランドオープン後にね、出る4選手発表されましたけども、投手が伊藤投手、で、中継ぎでアルカンタラ投手、でセンター、近本選手で、ファースト、マルテ選手だったと思うんですけども、一番欲しいのはね、伊藤選手ですね。A ランク、先ほど言いましたけど、5枚あるというのと、あと僕、S ランク自体持ってませんのでね、ぜひ欲しいなと思ってますね。一番欲しいですね。はい。その次、そうですね、マルテ選手、近本選手、これはどちらも、シリーズ2ですね、今のシリーズ2。3800のスピリッツでね、一応極みで称号もつけてますんでね、継承という形になりますけども、それでも十分オーダー強化できますんでね、その2名ですね。で、アルカンタラ投手がね、これ、A ランク1枚もないんでね、なかなか厳しいなとは思うんですけども、後にね、A ランク出るようであれば、今とっても、今すぐオーダーにはね、入らないですけどね、A ランクが後に出てね、5枚とか集まれば、いいかなっていう感じなんで、そうですね、一番今回グランドオープン後出てほしくないのはアルカンタラ投手かもしれませんね。はい。一番欲しいのはもう伊藤投手ということですね。はい。家なんか5枚ありますんでね。はい。今回そうですね、グランドオープン後そういう感じですね。はい。契約書の方でね、S ランクチーム契約書が1枚ありますけども、まずね、この上の S ランクチーム契約書以外の契約書引いてね、言うて阪神の選手の S ランク出ることはそうそうないと思いますけども、よく出ればね、またその後にちょっと S ランク自チーム契約書もいつ開封するかっていうのを考えたいなと思ってます。はい。S ランク自チーム契約書ありますんで、それで、なんとか強化できればなと思ってます。はい。はい、それでは、続きましてですね、オリックス純正編の方でね、紹介したいなと思います。契約書とね、欲しい選手ね。はい。はい、こちらオリックス純正編なんですけども、オリックス純正編の方もね、契約書ね、あんまり貯めてないんですけども、合計23枚ということなんですけども、どういう契約書かと言いますと、ゴールド契約書16枚ですね。で、あと S ランク確率 10% 契約書が2枚です。で、S ランク確率 30% 契約書が2枚ですね。はい。で、S ランク契約書ですね。S ランク契約書はプロスピオーカイドのやつと、今のエージェントエースのやつですね。これが2枚ですね。はい。で、S ランク自チーム契約書、日本一達成難易度のやつですね。これを1枚持ってますんでね、阪神純正編同様、
まあ、純正にとってはね、もう S ランク契約書、S ランク自チーム契約書はね、まあ、非常に確実に、まあ、強化できる契約書ですんでね、まあ、これさえあればいいかなという感じで、まあ、そんなに貯めてないんですけどね、まあ、こちらもね、まあ、A ランク系の契約書はまだね、ちょっと欲しい選手、A ランクでの欲しい選手がね、まあ、T 岡田選手とか中川選手とかね、伏見選手とかの A ランク欲しかったんで、もう A ランク系の契約書は全部、開封していってましたんで、1枚もないということですね。はい、そういう感じですね。まあそうですね、 S ランク自チーム契約書、まあ阪神術編同様ね、それまでにこの S ランク自チーム契約書以外の契約書でね、オリックスの選手出てくれれば、またちょっとそこで S ランク自チーム契約書のね、開封時期ちょっと考えたいなと思ってるんですけども、まあ出なければもうすぐ開封するかなという感じで今のところ言います。はい、でまあ、このオリックス純正編、のグランドオープン後ね、一番最初に追加される4選手、ピッチャー、先発が宮城投手で、中継ぎが山田投手で、センター福田選手で、ファーストが、T 岡田選手ということで、まあ一応ね全員 S ランク持ってて、まあ福田選手、宮城選手、山田選手は一応極みでね称号つけてまして、 T 岡田選手だけ突4なんですけども、まあちょっと最終的に A ランクあと1枚取れなかったんでね、極みにはできませんでしたけども、まあグランドオープン後もね、そうですね、 T 岡田選手の A ランクがすぐ出るってことはまずないと思いますんでね、 S ランク出ますんでね、まあ T 岡田選手でも全然でもスペクト上がりますんでね、まあ4選手、まあオリックス純正編の方はまあ4選手とも別に誰が来てもいいかなっていう感じなんでね、まあ一人確実に強化、まあ、スプリット上がるかなっていう感じなんでね、まあ、それは、まあ、阪神純正編の方と違いましてね、誰が来てほしい、あんまり来てほしくないとかっていうのはなく、4選手とも誰来てもいいかなっていう感じなので、ちょっとまあ確実に強化していきたいなと、すぐねグランドオープン後すぐ、強化できればなと思ってます。で、まあ、オリックス純正編の方は、まあ、4月1日ですか、イチロー選手出ますんでね、まあ、エナジーも現在3452ありますんで、まあ、十分、100連できますんでね、まあ、最大100連 したいなと思ってますんでね、まあ、イチロー選手で4月1日にまた獲得できますんでね、そのあたりでもまた強化して、まあ、今ね、今週初めて、このオリックス純正に移行してからね、初めて、覇王に上がってね、現在まあ一応維持圏にいますけども、まあ、維持するのはちょっといきなりは多分難しいと思いますけどね、まあ、覇王維持とかね含めてその辺もちょっとオーダーも強化していきたいんで、まあ、グランドオープン後もう幸先スタートねできれば切れればなと思ってますんでね、はい、まあ、阪神純正編同様こちらもね、オリックス純正編も、まあ、半を維持とか純正最強決定戦にね殿堂入りとかね目指して頑張っていきたいなと思ってますんでね、まあ、そのあたりでちょっと、まあ、グランドオープン非常に楽しみかなと思います。まあ、あと丸1日でね、あと明日来ますんでね、まあ一応契約書はそんなにないですけども、どちらもね対して僕まあ貯めるのちょっと苦手なタイプというか、あんまり貯めないタイプなんで、契約書の方はそんなにないですけど、まあまあ少数精鋭でいければなと思ってます。まあ S ランク自チーム契約書さえあれば僕は正直いいかなと、1枚あればねとりあえずは新しい選手、グランドオープンのね新しい選手取れますんでね、まあそちらの方でオーダー補強できればなと思ってます。はい、はい、今回こんな感じですね。また動画上げますんで見ていただけるとありがたいです。以上、トラキチの無課金ハオロード、阪神純正編、オリックス純正編でした。